いやー、傭兵二人からね、逃れ逃れ。たどり着いたトイレ。さあ、こっからどうするよ。どうするよ、どうするよ。どうするどうするカーニバルだよ。怖いんだよ、いつどっから来るかわからないからさ、あいつらさ、神出鬼没で。あれ、こっちじゃなさそう。花から迷いました職人。こっちだな。こちらな。おお、電化製品。あれ、冷蔵庫じゃない。洗濯機じゃん。洗濯機買い替えてー。お、なんだこの視線は。これさ、絶対あっちから来るだろう。あいつら。あいつら来るだろう。出ちゃった、出ちゃった、出ちゃったよ。入るよ。あいつら来るよ。この視点。こっちに行ける。行けない。行って。あ、なんだね、なんだね。ん？ってなってよ。おしっこ漏れそうなのか？その内股歩きは。もうトイレ行って、トイレ。こっち来ないで、トイレ行って。トイレそっちにありましたよ。そっちに。そっちが、じゃなくて、こっちじゃなくて、向こうの方です。なんか無線でやりとりしたな、今。トイレ行け、トイレ行け。あ、やばいやばい、立つなよ。うわー、なに、ここにはびこる系？はびこる系傭兵？こっちなんかない。あ、なんかある、なんかある、なんかある。早く取れ、早く取れ。バックヤードの鍵。バックヤードってどこだ？ここはバックヤードじゃないのか？危ない危ない。早く、早く。そうか、そのためのこれか。ここに、来るってこと？あいつ来るってこと？あ、来そう。光を灯してる。バックヤードってどこだ？にしても。よし、今だ、通れ。あ、こっち臭い。あ、ドアあるじゃん。ロッカー置いて、ああ、照らされないで。就業規則のプレートがついてる。常に笑顔でお客様に接する。大事大事。服装や身だしなみに気を配り、常に清潔感を保つ。大事だよ。ちょっとね、顔にハンデを負った人でもね、清潔感があったらいける。抱ける。各階のキーはマネージャーに連絡した上、使用すること。使用後は必ずレジのキーボックスへ。はーい。こっちは？役に立ちたものはないな。照らされんのちょっと嫌だ。ここに制服、あ、制服ちょっと借りよう。着替えようよ。もう、3日間さ、着替えてないんだからさ、3日？ 3 日4日着替えてないんだから、ちょっといいじゃん。あ、さっきのカップレートね。はいはい。読んだ読んだ。わかってるよ。清潔感を保ってるよ。保ってねえか。風呂入ってねえから。保てねえよ。どうやったら保てんだよ。おーい。こっち来ないよね、傭兵。ここでさ、おいって言ったらどうなんだろう。ちょっとやってみたくなっちゃうよね。あ、ちょちょ、出ちゃダメ、出ちゃダメ。出ちゃダメ。ここでさ、あいつが来た時にさ、早く来いよ。こっちだよ。あ、やべ、来るんだ。来るの。撃たれた。撃ったよね。なになになに？今何した？っていうか、うわわわわ、いる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 。撃ってきたよ、あいつ。てかさ、おいって言っただけでさ、人も見えてないのになんで撃つんだよ。おい！今の見た？今の。ちょっと。弾の無駄遣いだよ、それ。弾の無駄遣いって言うんだよ、それ。やめた方がいいと思います、そういうの。鍵がかかっている。やめた方がいいと思います。鍵使います。なんだよー。でも見つからないんだ。てか、撃っといてさ、あっちの、おいって言った方までさ、入ってこないって、やっぱ無能傭兵だな。使おう。開けて、こっちどこ行くねん？こっちはどこやねん？あ、またロッカー。あ、なんかあるね。何も入ってない。こんな、調べても何もなさそうだね。なんだこれは。バンダナ、おう、つけよう。つけよう。あ、ないんかい。置き換えよう。置き換えて、お、どんな具合？どんな具合？ちょっと、この光のとこで、光のとこへ来て。どんな具合？ 何この人？こっち向けよ。何この人？やだ。この人絶対近寄ってきたらさ、助けに来てくれたとしてもさ、ちょっと避けるわ。この人来たら。やべやべ、こっち傭兵行った、やべ。見つかる。え、これやばくない？これ見つかるでしょ？さすがに。さすがのバカでも。
はい、バカでした。はい、バカ。はい、バカ。でもこれどこ行くんだ？どこ行ったらいい？これはさすがに見つかるよね。ちょっと待って。場所が悪い。あー、こっち来ちゃうかな。ここで多いっつったら、さすがにぶっ放されるから、それだけはやめておこう。やばいやばい。やっぱ、これはやばいんじゃないか？これはやばいんじゃないか？さすがに。だいぶこれは、やばい。やー、イエーイ。ヘイ、バカ、バカ、バカ。あーっと、っと、またぶっ放した？え、見つかった？もしかして。あれ？閉ざされたじゃん。おい！おい！あれ？あいつ閉ざ、もう来れないじゃん。やったら勝ちじゃん。もうクリアじゃん。こいつどこ行く？え？こいつどこ行くの？え、閉ざされちゃったよ、ほんとに。あ、なにこの視点。どこですかな、これは。なんか潜ってる。潜ってるよ。下を張っている。いたよね。もう一人の方か。あの、ライフルみたいなやつ持ってる方か。ん？あ、いた、来た、来た、来た、こっち来な、こっち来なー。え、これでも、こっからどうしたらいい？こっからどうすんの？だって。あいつ、ここで、一丁やっちゃいますか。おーい！お！あ、やばい、これはさすがの。あっ！嘘でしょ？なんなのこの人たち。なんでいるのここに。なんで雇われたの？多分すごい安い仕事探してて、もう全部の面接落とされて、最終的に時給なんか500円ぐらいで雇われてんじゃないのこの人たち。超無能じゃん。これでこっち行けばいい。あ、動いてる。いやいやいや、これ逆に行っても登れる。やばい、遊んでると絶対やられる。絶対やられるやつだから。お、なんか出口っぽい。光が差し込む方へ。光の差す方へ。あ、マリだ。マリいるのか？おい。ここよ。ちっちゃい声で。え、どこ？おい。こっちよ。どっち？おい。ここよ。こっちじゃ、ここよ。おい。こっちよ。なんかさ、どこで、おいって言ってもこっちよって言うんだけど。おい。どこ正解どこほら。こっちなのここなの岩の中なのあー、進んだ。全然岩の方じゃないじゃん。マリいるのかこっちよ。どっちあ、いた。久しぶり。マリ無事だったんだな。っていうかさ、なんでカッコなのあの、鍵カッコじゃない方のカッコなのこれ。職人さんも、これ心と心で話してるってこと？セリフ言ってないってことこれ。まだ安心はできない。逃げ道を探さないと。はい。でもまた別行動になっちゃいますね。寂しがってんのか？マリオ。逃げ切ったらまた会え。あー、やばい。これ、てんてんてんってことは、向こうに、また、このボタンを押した瞬間に何かあると見た。押します。えい。ほらね。え、またぶっ放してきた？うわー、またあいつ追ってきたよ。来た。うん、知ってる。来たよ。来てるよ。もう早く逃げよう。早くに。うん。このまま行っても危険だ。お互い逃げ道を探そう。探そう。はい。でもどうした？さあ、行くんだ。でも何だったんだろう。とにかく逃げるんだ。僕も何とかする。マリン、大丈夫かな？ここで離れて。また別々か。別行動か。もう一人いるはずだから気をつけて。そう。でっかいやつがいるから。でっかいやつとね、ちっちゃいやつがいるから。で、こっちか。こっち行ける？あ、行けてきた。ていうかさ、よく見たらすげえでっかいカバン背負ってんね。こん中に確かさ、ペットボトル4本くらい入ってるんでしょ？超重いじゃん。しかも、なんかバールとかなんかいろいろ刺さってるし。サバイバル登山家じゃん。このバンダナつけてさ。なんか世界のなんかちょっと秘境を旅する人じゃん、これも。もうさ、こっちは何もないか？本棚。ん？暗くて本のタイトルが読めない。じゃあ行こう。もう。じゃあ行こう。お、これはあ、出れる。やったっていうか、この光は。やべえ、ぶっ放した。ぶっ放してきた。うおーい、あいつなんで来んだよ、マジで。え、ん？どうすればいいんだ？あ、横逃げるやつか。やべえ、撃ってくる。怖い。あ、死ぬ。危ない。当たるんじゃないか？
嘘でしょ。すごいぶっぱでしょ。でもなんかすげえ遅い。弾が遅い。くんのが。余裕のよっちゃん系。あー、すってんころりん。変な人。バンダナつけてひげめがれ。はあはあ、なんとか。うわ、下さ、これさ、もう水来てるんだよね。これビルの、これ6階だか7階じゃなかった？もうすごい水来てんじゃん。上でーす。あ、さっき言っちゃった。ごめんね。マリンのセリフ言っちゃった。すげえ上にんじゃん。早えよ。あの手の振り方見て。なんかお手本みたいな手の振り方。すぐにそっちに行きたいけど。行きたいけど、あいつどうなったの結局。あ、閉ざされたんだ。自分が、これさ、おい。自分が撃った、あの、ロケランの、あれで、こういう状態になってんでしょ。おい、しょうがないな。時給500円だもんな。お、水飲もう。水飲もうよ。よし。おいで、セーブもしとくか、一応。一息ついたところで。じゃあちょっとセーブして、しますよ。はい。セーブを完了しましたよ。おい、頑張ります。ガマリンとこまで行こう。多分この上上がっていけばいい系だな。なんだよ。え、キャって言った、キャって言った。どうした？あいつ来たんか、あいつ。え、で、キャって言った方を狙うんじゃなくて、マリオ狙うんじゃなくて、ウォーサオが狙われてる。ポインター、うわ、撃ってきた。ポインターが、これさ、多分さ、じっとしてたらさ、撃たれちゃうやつでしょ、ね。撃ってきてる？本当に。音だけだけど、撃ってきてんの？てか、どこ行ったらいい？どこ行ったらいい？何の、ちょっと待って、でもさ、よく考えて、休憩コンパス、はい、取ります。ありがとうございます。てか、休憩コンパスさ、まるでよく方向わかんないじゃん。てかさ、なんで割れてんだっけそこ、ちょっと、いいのかな？そこは追求しせんといた方がいいやつかな。これさ、避難したいだけなんです。避難をしたい。え、ここ今、不意に登ったけど、え、ここ行くの？嘘でしょ。嘘でしょ。え、あ、やばい、狙われっぱなしやん。え、こないだ、撃ってこないの？こないだは、あ、やばい。でも、すげえ狙われてる。やばい。いけ。なんか、道どこ？どこ？なんか、うまいこといけてない？なんか知らないけど、いけてるんじゃない？あ、やばい。壊される。落ちるなよ。いけたんじゃないの？よし、ざまあ、味噌漬け。ああ、なんか、すげえ撃ってきてるけど全然じゃん。あいつ何のために生きてんだろう、あの二人。ウォーサオを撃つためだけに、執着しすぎだよ、ウォーサオに。もうまた、なんだ。やべ、戻れなくされたやつだ。無事だったよ。奴らまだ追ってきている。うん。何とかしないと。なんでだと思う、マリ。あ、やべ、な、コロン来た、またコロンが、でんで。ヘリ来た、うわ、乗ってるよ。どういうこと？なんでそこまで追ってくんの？何これ。ちょっと、マリちゃん、どこ？どうしたらいいの？え、ヘリと戦う？え、どうしたらいいの、これ。あ、めっちゃ狙ってんじゃん。ちょっと、いや、これ絶対、あれ、撃ってきたよね、今ね。え、これどうしたらいいの？撃ってきてる。てか、マリそこにいたら危なくない？え、どっか逃げ道を探さないといけない？ちょっと待って。逃げ道というより何か、だって武器なくない？あーい。これはさ、わかんないよ。ていうか、どっからだよ。セーブしたのか？あー、こっからか。パニクるんだよ。こういうことがね、ずっと狙われ続けると人はね、パニックっていう状態に落ちるんです。また無事ですか？無事じゃない。でも奴らまた持ってきている。そう。だんだだんだ、はい、だんだだんだ来たよ。だんだ。ここからどうしたもんかな。マリそこ危ないって絶対危ないって。で、なんで狙われてんの？あ、これじゃないか。これじゃないか。お、データ使おう。はい。これで、あいつを、落ちろってやって、なんで回避するんだよ。落ちろよ。
ちろよ。なんか、なんか崩れた。あれ崩れたよ。あれ違う。待って、あれ違うか。これ、なんで落ちないの？そんなに、そんなにこのヘリコプターを停車してほしいの？停車するけど、こっちの後ろの方も洗いましょうか。洗いましょうか。前も洗って。前はさっき洗いましたけど、プロペラの方も洗いましょうか。沈んでった時に、こういう上のやつを全部落とす。上のも全部落とす。壊れるけど、これ落ちるか。あ、また当てたいって。また当てたいって。こいつもでもこうやりつつやん。こうやりつつ、洗車をしてほしいから、洗車高いってよ、うちの。この、勢いが違うんでね、水のね。勢いが違うんですよ、他の他社とは。はい。洗車のやつやって、いけたんじゃない？墜落、墜落。あ、すごい、乱射、乱射。乱射カーニバルして、落ちたじゃん。うわー、アクションじゃん。アクションゲームじゃん、これ。あの傭兵二人、これでもう死んじゃった？すげえ、ウォーサーをちょっと撃墜したじゃん。ヘリを一気撃墜。あー、なんか、ビルやばいよね。あんだけの衝撃受けたら。静かになったけど、ビルがやばそうなんだけど、え、なにこの感じ、なんか朝飯前ですか、もう王様さん。ヘリ一気追撃撃墜するぐらい。あ、なんか外に来た。なにえ、これどこ行ったいの、ラジオ。なんでそこにあんだよ、ラジオが。人島で作業中の救助船タラミネが座礁したところに水が入ってきました。救助船タラミネは避難場所である首都島管理センターに向かっていましたが、水没した橋に乗り上げ、座礁した模様です。乗っていた住民は全員無事で、現在ヘリコプターが救助に向かっているとのことです。詳しいニュースが入り次第お伝えします。ってやつだよね。まあ、全員無事とは言ってるけどさ、タラミネってさっき編集長が乗っていった船ですよね。そう、船ですよねって勝手に言っちゃった。そうですよね。とにかく首都島管理センターに急ごう。首都島管理センターがわからないし、この格好、マリはさ、この格好をしてる王様をどう思ってるの？そこを聞きたい。そこを問いたい。すごい状態じゃないか。はい。やだな、こいつに、と一緒に逃げんのやだもん。お！記録セーブしますか、来た。セーブしよう。これさ、もう終盤だよね。ちょっと、今回一回ここで終わっときますか。なんかね、次、最終回な気がする。だってもうさ、逃げ場所がないんだもの、だって。ということでね。はい。じゃあ、ここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。